ルリリがいる件について。ルリリがいるんだよな。それではよろしくお願いします。第4世代コンビ、トリルを阻止しなければいいんだよね。自信打って、こうかな。爆発かい。まあアグノムといえば爆発か。結構入るね。不安定はフワライドにしないのは何か意味があるのかな。あれか、トリルするにしてもフワライドの方が良くないか。奇跡持ってるとこっちの方が硬いとかそういう感じやかな。かわいい、ルリリ。こいつノーマルタイプだからな。いや、不安定として、まあ、アクアステップで。ん？待って、どっちこれ？え？え？なんそれ？え、ジタバタとかしてくんのこれ。ルリリ落ちるで。ん？ん？今爆発した？え？え？バンバドル耐えると思うけど、ちなみに。耐えなかった不安定の爆発さ、あれさ、火力が低すぎてなんか爆発した今って思ったけど、ダメージ入ったって思ったけど、ルリリの爆発か全てはこれのための布石だったか。とんでもないな。でこいつも爆発でしょ。これ勝ちだよね、こっちのね。対戦ありがとうございました。もう一度言おう、ルリリンの大爆発はメタクロスの大爆発の約 1.5 倍の威力だぜ。あ、 1.15 倍か。1.15 倍の威力なの、メタグロスの大爆発より。力持ち補正込みでってことか。へえ。